J3 リーグで首位を走るいわき FC。 早ければ次の試合で J2 昇格が決まるため、大一番を前に練習に熱が入ります。相手は4位の鹿児島で、昇格を争う上でも絶対に負けられません。勝利の鍵を握るのが現在リーグトップ15得点の有田涼選手。相手には同じく15得点で並ぶ有田光輝選手が所属していて、有田対決にも注目です。いや、あんま意識しないようにしてますけど、まあ、狙える、まあ、立ち位置に今つかせてもらっているので、まあ、残り3試合で、まあ、チームのために点を取って、まあ、得点王も取りたいなと思います。リーグ終盤で疲労がたまり、コンディションの調整が難しい中、チーム、サポーター総力で昇格をつかみ取ります。代わりに出た選手だったりっていうのがみんな、チームのやるべきことっていうのをしっかり徹底すれば、まあ、問題ないと思いますし、まあ、そういう選手をこう今までずっと出てた選手だったり経験がある人がしっかりサポートしていくのが大事なのかなと思います。運命の大一番は今月6日 J ヴィレッジスタジアムで午後1時キックオフです。